今日はこの混ぜ麺にします。飯田商店混ぜそば、賞味期限が今日なんで、賞味期限が迫っているものからどんどん消化していこうかなと思ってて、混ぜ麺にいたします。できました、混ぜそばですね。飯田商店の混ぜそばですか。野菜をがっつり入れて、ね、なんかスパイスがついてるんですね。これが最後に振りかけてるんですけど、こんな感じにできました。じゃあこれをちょっと今から行ってみたいと思います。飯田商店の混ぜそばです。じゃあ今日はこの一番搾りの糖質ゼロいきます。じゃあこの飯田商店の混ぜそばいってみます。混ぜる前に麺いきますよ。いけるかな。もちもち系ですけど、麺だけいってみます。だいぶもちもちですよ。もう温玉もすべてみんながっつり混ぜますよ。混ぜないと味が行き渡らないので、こんな感じでぐしょぐしょに混ぜたんでいきます。塩混ぜそばなんですよね、これね。うまっ。混ぜるとめちゃくちゃうまいですね。いろんな味が。これはたまんないな。野菜もめっちゃ取れますよ、これ。結構重量感がすごいな、麺の。まあ、これはラーメンというパスタですね。味も。和な感じが全くないです、これ。ビーフにもめっちゃ合うと思いますよ。最後に。これはうまい。ゆっくり食べます。今日は土曜日ですね。もう週末。3月最後の土曜日ですか。風強いんですよね。曇ってるんですけどね。寒くはないです。風は強いなぁと思って。さっき、犬の散歩とかに行ってきて。月曜日に湘南美容クリニックに行こうかなと思って。何しに行くのかっていうと、シミをね、顔のシミをね、ちょっとね、取りたいなぁと思ってて。10年前ぐらいにやったことあるんですけどね、レーザーでね。なんか僕、その時はめちゃくちゃ忙しくて、渋谷にいたんでめちゃくちゃ忙しかったんですよ。アフターケアがあんまできなかったんですよね。でも今は、本当にこの5年間は、自分メンテナンス期間にしてるんですよね。だからもうとにかく、で、暇を作って、自分が今までこう、まあ、それまでに忙しかった分、ボロボロになってたいろんな部分を直していきたいっていう5年間に捧げてるんですよね。なので髪の毛もね、髪がだいぶ少なくてたのも、もうだいぶ戻ったんですよね。AGA 治療でね、これも。デュタストリドっていう薬をね、ずっと飲み続けて、痛風持ちなんですよ。尿酸値減らすので、医者に毎月通ってるんですよ。で、血液検査とか毎月、ちょいちょいやって、体の状態を測るようにして、尿酸値も正常に戻ったんですよ。あと歯もね、結構、歯もボロボロだったんですよ。悪かったとか、差し歯とかが入れて、それも毎月磨きに行ってるんで、徐々にこう、自分メンテナンスが整ってきて、あとはもう、シミかなと、シミがね、ずっとね、日焼け止めとか全く前してなかったから、そうね、10年ぐらい前にしたんですけど、また出てきてるんで、湘南美容クリニックでね、撮っていこうかなと思ってる。まあ、それはまた動画にしようかなと思うんで、僕の見てる方は女性が多いんで、美容系には気使う人多いと思うんで、で、情報としてね、シミ取りってどんな感じ、いくらぐらいでどれだけ効果があるのかとか見せれたらいいなと思ってますけど、まあ、そんな感じで、たけるくんがなんか昨日渋谷にいたんですかね。元気そうでよかったですよ。佐藤健、神木隆之介と渋谷パルコやと。昨日からですもんね、写真展ね。俳優の佐藤健さんと神木隆之介さんが3月25日渋谷パルコで、開催中の共著、宮城からの発売記念写真展宮城からを内覧したと。二人は展示を見ながら取材で訪ねてきた宮城県内各地での様子を思い出して語り合う。記念に大型パネルにサインをしたり、フォトスポットで佐藤さんが神木さんの写真を撮ったりして、佐藤健さんは震災後に人々が避難した石の森漫画館、これ石の森章太郎さんですね、での取材を振り返り、子供に大人が本を読み聞かせてあげたり、みんなで団結して何日か過ごした場所だと、すっかり完全に復旧して、
当時の写真を見せてもらったのだけれど、なかなか大変だったわけなのですよ。もちろんそういう復活していく、復旧していく力強さみたいなものをすごく感じましたと振り返ると。神木さんは南三陸町での化石発掘体験の写真。これはもう僕のふるさとです、南三陸町。僕がもう歩いて行ける場所ですね。僕の実家からね。実際に発掘した化石を見ながらアンモナイトとか、2億5000万年前の海に生息していた最高級の魚流の化石が発見された地域。これはうたつ魚流っていう魚流なんですね。有名なんですよね。地元ではね。そこで魚流の化石を発見しました。奇跡的にとコメントした。なかなか魚流の化石発見するのはレアだと思いますよ。なんかね、こう、骨がたまに出てるんですよね。写真展では書籍に未掲載の写真や七夕飾りなど、取材の中で制作したゆかりの品々も展示、4月10日まで入場料は1000円。書籍は佐藤さんと神木さんが宮城県の魅力に触れながら、現地の人々と対話を重ね、道中で見せたありのままの表情を捉えたビジュアル対話集。これはね、行きたいなと思ってて。いやでも、たけるくん元気そうでよかったっすよね。なんかその前はね、モネちゃんの千と千尋感激見に行ったっていうね、噂も出てたしね。24日ですか。は出てたので、まあいろいろとね、いろんなところで活躍しているんであれば、それに越したことがないですね。元気がないのかななんていうふうに思ったりもしてたので、すごい痩せてたしね。これでも昨日ここに行ったってことは、お客さんが入る前に行ったってことなんですかね、やっぱり。でしょうね。やっぱ、いたらパニックになりますからね。なので多分お客さんが来る前にここで写真撮影したりとか宣伝のために行ったってことなんですよね、まあ、だと思います。まあそんな感じで今日も土曜日ですけど軽くやってきます。